はい、では前回の続きからやっていきましょう。武器か防具を何か一個作ればいいらしいので、何か作りましょうか。おお、結構ありますね。で、そうだな、ちょっと待って、確か僧侶は変えたな。あ、そうですよね、やっぱ僧侶は売ってるんで、これは普通に買っておきますか。で、じゃあ武器を作りましょうか。ゲーベル銃とエンフィールド銃か。どうしようかな。貫通弾か。貫通弾使ってみようかな。そうですね、貫通弾使ってみるか。はい、じゃあゲーベル銃を装備しましょう。武器鍛錬とかはできない、防具鍛錬もできないと。はい、うん、じゃあこれでいきましょう。これからも腕を磨いていきます。鬼を倒す武具は鬼からしか作れない。まあよくあるあれですね、ハンティングアクションゲームだよね、よくある。もう素材集めて、それを使って武器防具を作っていくというものですね。はい、手に入れた素材はこの自分の家のタンスの中に入っていくということを言っているだけだと思いますね。はい、依頼と共同作戦について。はい、共同作戦、戦場で戦闘中のモノノフに遭遇すると発生する任務。まあ、他のモノノフと少しだけ共闘して行動するというものみたいですね。モノノフの使命を果たす。え？はい。じゃあ、共同作戦か、依頼を何か一個しなさいということですので、やっていきましょうか。小目標、依頼か共同作戦を達成すると。はい。じゃあ、行きましょう。外に行けばいいのかな。はい、あ、これちょっと待って、2個収集。あ、炭になりましたね。いや、これじゃあもう素材持ってたから渡せばいいような感じなんでしょうかね。結構依頼出してるやついっぱいいますね。こいつは？見つける？いや、これはめんどくさそうだな。どこにいるかもよくわからないし。まあ、いっか。とりあえず、一個依頼は達成してるんで、じゃあ、こいつと話して、終わらせましょうか。はい。オッケー。これで、達成と。さっさと帰ろうぜ。さあ、これで、進むかな？まだ見つからないのか。あ、申し訳ありません。捜索範囲があまりにも広く。愚か者どもめ、深追いするなと厳命したはずだぞ。この久々ですね、ヤクモさん。何揉めてんだヤクモ。
何かあったのですか？紅月か。近衛の一帯が異界から戻らない。大型鬼を追尾中だったらしい。おそらくやられたな。うわ、貴様、言葉を慎め。さあ次あたり大型鬼との戦いになりそうですね。現実を直視したくないならそれで構わん。どの道侍も近衛も異界の捜索で正気を取り込みすぎた。行動限界だ。これ以上の捜索は不可能。自力で戻ってくるのを期待するんだな。国潰しが。所詮戸様は戸様、下船の地は隠せんと見える。言いたいことはそれだけか。おい、本気かバカども。ああ、面白い。俺も混ぜろよ。双方、引いてください。一触即発の空気ですね。過去にどのような因縁があろうと協力し合うのが役場です。自ら立てた誓いに背く、それが誇り高きモノノフの道ですか。本当にあのこの兵、この衛兵とかね、役に立ってない割には。そして主人公が出ていくと、何のつもりだ東のモノノフよ。どうしよう。侍の手は煩わせない。はい。何か考えでもあるのか。なるほど、いい考えです。もう自分で行こうっていうことでしょ。私たちに向かいましょう。ですよね。はい。おいおい、俺らが探すのかよ。悪かねえ考えだが、異界は広大だ。俺たちだけじゃ時間がかかりすぎる。そうですね。その点は心配するな。はい。もうなんか索敵の装置とかそういうのを作ってあるっていう、なんかそういうことじゃないですか。貴様は魔女。出たな地獄耳。鬼の痕跡をたどる手段がある。痕跡をたどる。全域を捜索せずとも部隊を発見できるはずだ、はい、部隊が消息を絶った場所はわかるか。暗の領域の遺跡の近くだ。連絡要員を残して消えた。ならそこから痕跡をたどればいい。現場指揮はお前が取れ。鬼の手の扱いに最も長けているのはお前だ。あんまり長けてないけどね。鬼の手を使って痕跡をたどる。通信で指示を出すからその通りに行動しろ。時間が惜しい。すぐにでも取り掛かるぞ。大した物好きだな。お前を魔女と呼ぶ相手をなぜ助ける。私の目的は鬼に勝つことだ。人間相手に争っている暇などない。お前は正しい。だが、すべてのものがそう考えるとは限らない。戻るぞ。信用できんな、東のモノノフよ。貴様はまだ里のモノノフですよ。こいつはいちいち情報が遅いんだよな。いいえ、役も。すでに証の儀は終えました。このものは、もう立派な里のモノノフです。いいだろう。貴様を信じるぞ。からくり使い、決して魔女を頼るわけではない。そのことを明記しておけ。何なんだこいつは本当に。目的を達成できればな。西の監視小屋付近に異界への入り口がある、はい、そこから暗の領域の遺跡を目指す。暗の領域。あとは私が通信で指示する。よし、しっかりな。からくり使い諸君。いつの間にかからくり使い諸君にされてしまっているんだが。お？鬼の手の新しい力、あなたま振り、はい。御霊から引き出す代償を払う代わりに大きな効果を得られる。はい、じゃあ早速御霊を装着。あ、鬼の手にね、装着するんだ。どうしよう。元気発達。ちょっと待って。あ、これか。体力が最大の時与えるダメージが増加。お、これ強いじゃん。これでいいですか。頑張りますね。はい。いいな、この発。元気発達。
HP 全開で戦えばいいのか。はい。じゃあ。さあ、じゃあ早速監視小屋に行きましょうか。これ多分これでよっよっと、こんな感じでワープしていけば早いでしょうね。出発。さて監視小屋から、監視小屋西側に門が見えんだろ。風の鼓動、庵の領域。地図で目的地を確認しておくんだな。急に空気が冷えてきやがったな。あの矢印がある方向に行けばいいのかな。へいへい、わーってるよ。異変を感じますか。ここから先は異界、正気に満ちています。鬼が生み出す霧状の毒物です。正体は不明ですが、人を死に至らしめます。ほうほう、正気ゲージ。我ら者の不満、右上のなんか丸いゲージみたいのが満たされていくと、もう行動限界になっていくと。行動限界、あっそう、そう、見えてるか新入り、あのバカでけえ塔が遺跡らしいぜ。さて、しかしあんなもん誰が作ったんだ。石がありますね。大魔時の前はなかったんだろ。結界で隠されていたようです。キーキー、それが、はあ、大魔が時で溶けたと聞きます。おうおうおう、ヒダルが出てきましたが、これどうしようかな。さて貫通弾ですね。貫通弾はこんな感じで貫通して撃ってくることができるんですが、確かね、これあんまり強くなかったと思うんですよね、昔の感覚で言うと。なんでこの敵弾を、貫通弾はですね、この敵弾を貫通弾で撃ち抜くと、敵弾が爆発して冷脈に集中的にヒットするダメージを与えることができるというような、ね、効果になります。ですのでこの敵弾をポイポイ投げて、お、敵弾が張り付いた。本作敵弾が張り付くんだよ、まあ、こんな感じでよっ、効いているのかな。効いていると思いたい。あー、でも敵弾が張り付くのはまあやりやすいですね。よっ、倒した、倒した、倒しましたね。うん、敵弾が張り付くんであれば貫通弾も意外に使えるかもしれませんね。はい。で、こうやってこいつ倒していくと、そうですね。やっぱりそうか。はい。結界長石が使えるようになりましたと。すって、とんでもって、びっくりマークの地点に行きましょう。よっ。ここか、着いた着いた。こちら博士、どうだ、そろそろ遺跡に着いたか。ドンピシャだな、もうすぐ着くところだぜ。着きましたね。入り口に到着次第鬼の目を使って周囲を確認しろ。鬼の目、鬼の目、それで何が見えんだよ。見てのお楽しみだ。え、うわ、あそこになんかいるな。あれミフチか。何も、え、何も見えないんだが、待って、お、これなんだこりゃ。あったあった、足跡か。よし、機能しているようだな。おい、こいつは何だ。思念の残りが、おお、はいはいはい。じゃあこの足跡を鬼の手を返して、それを実体化していけばいいんでしょう。その痕跡を追えばたどり着けるはずだ。行方不明の舞台と大型鬼の居場所にな。
はあ、こいつは面白い。鬼の動きが丸見えだ。急いで痕跡を追いましょう。結構でもめんどくさいな。はい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 、ここ行ってここ行ってこう行ってこう行ってこう行って嫌な正気だぜ。あ、またアデザクラの受動。はい、またありましたね、石が。じゃあよいしょ、ヒダルをまた倒していきましょうか。ん？もう全部破壊したんだ、早っ。ちょっと待って、そこそこ貫通弾が使えるな。どこどこ、正解。おお、本当に本当、なんか新機能使ってないな、陶器伝2の。あ、倒した倒した。はい、じゃあ、え、ちょっと待って、さて、倒しましたということで、はい、浄化に成功と。ほんで、さて、またこの足跡を追っていって、あ、これもしかしてモーティあれ間違えた。あ、間違えたね。正気が来い、注意してください。カラクリ部屋、見づらいな、これは。ここ行ってこう行ってこっちに行ってここか。そろそろ走ってもいいか。こう行ってこう行ってここか。で、こう行って、こう行って。あ、ありましたね。なんか、びっくりマーク出てるやつが。あそこに行けばいいのか。ん？あ、そうか。あれ？嫌な正気だぜ。
き止まりじゃねえか。どうすんだよ。鬼の手を使ってみろ。伸び縮みする紐と同じだと思え。おお。んだよ、意外といけるな。ちょっと待って。それはいいんだけど、なんかこういっぱいあるとどこに行けばいいんだ。あ、ここか。ほい。へえ、面白い面白い。本当にアクションゲームみたいだな。よ。で、こっちかな。ほい。外した。ほい。よっと。着いたかな。あー、着きましたね。よし。よかった。これで連れ帰ることができれば、達成と。来たねー、オヌ方向。さて、いきなり溜まってるからぶっ放しますか。鬼ちぎり。よーし、さあ行きましょう。貫通弾を、よしよし、よく聞いてください。おい、一発。またね。よし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 。おい。おい。いけるか。おい。結構ブヤ貝できてますね。仲間たちが頑張ってくれてるな。よしよし。おい。そろそろ鬼払いをした方がいいような気がする。ほい、入ってるかこれ。入ってると思いたいけど。ほい。全員私の言うことをよく聞け。鬼の大型を連帯してこそ発揮される。なんだなんだ。通常 V 破壊で本気モード来やがったな。これ V 復活した。おおおおお。本体そのものを直接破壊できる。完全破壊。完全破壊。強大な敵に打ち勝ちたいならこれを使いこなしてみせろ。鬼羽振り。はい。共闘ゲージ最大。構え離す。はい。引き倒すのかな。未だにできないんだよね。あ、できたできた。こういうことか。え、今できた。わかんねえな。よく見てなかった。あ、でもできてないっぽいな。できてないですね。まだ。さあさあ。よし、たまった。ほら。よくわからんがガンガンいきますか。大体で攻めれば勝てるでしょ。おい。おい。よ、いやー、これ効いてんのかな。効いてる感が薄いですね。当たってないか、もしや。いや、当たってるか。当たってはいる。当たってはいるが。おお、ダッシュした。あ、来んのかい、こっちも。あの引き倒すやつが本当にやりたいな。
どこやってやるんだ。やり方が未だに分かりませんが。よっ。はい、OK ですね。勝利を肩張ります。俺を舐めると火傷するぜ。まあまだこの辺までだったらいけるかな。戦い方が未だによく分かりませんが、邪魔者は排除しました。まあそこまで苦戦はしていないんでいいでしょう。ちょっと待って、鬼の死骸から何かが。え、あとの3人は死んじゃったんだ。いやー、冥福を祈るか。よし、じゃあまあしょうがない、生き残りを里まで連れて帰りますか。はい、じゃあ時間もいい感じなんで今回はこの辺で終わりにしたいと思います。ここまでご視聴ありがとうございました。また次回お会いしましょう。お疲れ様でした。